今日はどんなお料理ですか？はい、今日はですね、このだいだい色の、ワンタンですね。これをワンタンを使って油で揚げて、上から熱々のあんかけをかけたいと思います。野菜はすべて薄切りにし、食べやすい大きさに切っておきます。ワンタンの具から筋肉を入れて、そこにオイスターソース、ごま油、醤油、塩コショウを入れ、よく混ぜます。で、粘りが出るまで練ってもらって、ネギを入れてざっくりと混ぜれば、ワンタンのあんの完成。結構ね、簡単なんですよ、本当に。こうやって中に入れて、はい、もしあれだったらこれでキュッてやるだけ。おお、あ、ひねるんですね。これだけです、本当これだけ。その他にも半分に折って両端をくるっと合わせるだけの包み方もあります。あんかけは鍋に中華スープ、野菜を入れ火にかけます。味付けに醤油、酒、オイスターソース、砂糖を入れ沸かします。沸くちょっと前ぐらいに胡椒を、はい、これ沸いてから胡椒入れると固まっちゃうんで、胡椒ダマになっちゃうんで、胡椒が、ね、馴染まないんですね、胡椒が、はい、沸いてきたところに、はい、青菜ですね、今日小松菜使ってます、はい。青菜に軽く火が入ったら、水溶き片栗粉でとろみをつけます。火を止めてから、はい、お酢ですね。おお、もうお酢も中に入れてしまいます。うん、はい、そして最後にごま油です。油温度調節機能で170度に設定し、ワンタンを揚げていきます。揚げたものも綺麗ですよね。はい、また違ったオレンジ色です ね、 そうですね、ちょっと黄色っぽい感じの。こんがりきつね色に揚がったら油を切ります。あとはお皿に盛り、あんかけをたっぷりとかければ完成。ジューシーな揚げワンタンとあんかけ野菜が絶妙な一品です。うんうんうん、おー、ワンタンが揚げたてでパリッパリ、このとろみのかかったあんがまた合いますね。ね、お野菜も美味しいですし、ちょっと胡椒の効いたこのスパイシーさもたまりませんね。美味しくって、食感も楽しくって、もうテンションの上がるお料理です。炎で料理ショー、次回は林内の山本さんです。お楽しみに。